親父の兄貴は大正生まれ、貧乏な家庭の長男だ。二人の弟と一人の妹を小学校に行かせるために朝から晩まで一生懸命働いた。親父の兄貴のボロゴソ、親父の兄貴は温厚な人でめったに怒ることなどなかった。一度だけ親父が兄貴に怒られたことがある。小学校の親父の弁当が芋一つだけで、同級生の白い飯野郎からからからわれて、僕も白い飯が食べたいよって泣いた日のことだ。親父の兄貴は言った。気に入らんかったら死ね。親父の兄貴のボロゴソ、親父の兄貴に召集令状が来た。戦争のために、お国のために戦わなければならない。親父の兄貴の両親は言った。命を粗末にするなよ。敵の弾に当たらへんように後ろの方におるんやぞと。親父の兄貴は言った。お父さん、そんなことで大日本帝国が勝てると思ってるんですか。親父の兄貴のボロゴソ、親父の兄貴が戦地に赴く前日の夜に、親父の兄貴は隣で寝ている母親の布団の中に自分の足をそっと入れていった。親父の兄貴は母親の足を何度も何度もなで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 、にゃで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 していった。親父の兄貴のボロゴソ、親父の兄貴は太平洋の海の上、敵のミサイルにやられて命を落とした。親父は毎年お盆には大阪は四天王寺にある英霊堂に親父の兄貴に会いに行っている。親父の兄貴は温厚な性格でめったに怒ることなどなかった。